皆さんこんにちは。お絵かきうまくなろうクラブのアドです。いつもご覧いただいている皆様ありがとうございます。似顔絵花さんのですね、動画もお楽しみいただいていると思いますが、本日はですね、アドのお絵かき研究ということで、体の描き方についてですね、ずっと考えてきておりますが、前回は足の描き方について考えてみたということでですね、体の描き方はそれで一旦終了という形で、はい、皆さん多分少しはね、上手くなったと思います。で、私もですね、結構体の描き方ちょっとだけ上手くなったかなと思います。ただですね、こんな感じで、見ないで描くっていうのはちょっとまだまだ難しくてですね、本当に発展途上ということで、全然ダメダメなんですけれども、次に進みたいと思います。で、今日はですね、自然なポーズ、コントラポストについて取り上げますよというふうに伝えたんですけど、かなり難しくですね、完全に迷子という感じでまとまってないので、今回はなんとですね、女性の体の描き方について考えていきたいと思います。はい、男性の皆様お待たせいたしました。なので、ここからが、女性の体の描き方のポイントです。まずですね、前回おさらいしたハートを使った骨骨マンの描き方がまずベースになってきます。男女の体の違いをちょっと見ていきましょう。男性は、肩幅の方がね、骨盤の幅よりも広いと。で、女性はその逆で、肩幅の方が、骨盤の方が肩幅より広いということで、トイレのマーク想像していただけたら分かりやすいかなと思います。そして男性に比べて、曲線的で細い、体ですよね。横から見たらですね、大胸筋の上に胸がついていると。お腹に少しの膨らみが男性よりも、意識的にちょっとつけたら女性らしいかなと。あとは腰のアーチと膨らんだお尻ですよね。はい、ベースのボディラインに対してこんな感じで胸をつけていくということで、基本的には前回までおさらいした体の描き方をベースにしていただければいいかなと。で、胸に関しては柔らかい、祭りとかで取れる水風船ですね、それを乗せる感じで描いたら分かりやすいかなと思います。あとはこんな感じでね、曲がったこうナッツ、カシューナッツのところに足が入っているというような感じになってます。この腰のくねりっていうのも女性らしさのポイントです。あとはこの感じで、とにかくね、骨盤が大きいです。やはり子供を宿すということで、機能的にもね、骨盤がかなり大きいので、円柱にこんな感じで円錐とか台形とか、そういった感じで何か大きいものがついているというふうなイメージで書いていただければ分かりやすいかなと。この3つのポイントをですね、踏まえまして、イラストの作画にチャレンジしていきたいと思います。まずこの骨骨マンのためにね、垂直線と肩骨盤の平行線ちゃんとぶれないように意識していただいて、お尻のラインはこんな感じで腰周りからね、足が生えてる、お尻が生えてるというふうに撮るのがやっぱり資料を見たらポイントなのかなと思います。今回はですね、モデルさん、サムネイルにも書いてるんですけども、馬場文香さんというモデルさんに、モデルになっていただきました。私が個人的に最強かなと、美しすぎるなと思う方を描かせていただいております。はい、新潟県出身のですね、モデルさんということになります。こんな感じで、今プロクリエイトっていう iPad のアプリを使って、一番鉛筆に近いかなと自分が思うブラシで、作画していっております。またアプリについてね、知りたい方いたら質問していただければ、返答いたしますので、こんな感じで骨骨マンからの馬場文香さんと、そして2枚目違うアングルから描いていきます。こちらも正面のこの垂直線とかね、大事にしながら、まずは骨骨マン大事ですよね。あとは、資料で描いたように、体の四角い体の下に、円柱の下に大きな骨盤と、これが、ね、男性にはないところですね。そして水風船を、大胸筋の上に乗せましたということで、今回のポイントちょっとね、意識しながら私も、女性の体にチャレンジしてみました。あとは陰影ですよね。もう陰影に関してはまた全く違う話になるので、今回は言わないですけども、そしてちょっとね、形取りバグらないようにですね、おかしくならないように、いつもこの坊主から、描かせていただいておりますので、坊主でもかなりの美人というのが
かりますよね。でここから髪の毛、生やしていきますというような感じになっております。もう今回本当にですね、もう買い手で楽しいですよね。やっぱり女性を描く方が楽しいですよね、ということで、もう美しすぎたので今回はですね、もう仕上げに天使のような、方だなということで羽を生やして完成というふうにまとめてみました。はい、こんな感じで、かわいいですね、ということで、はい、いかがでしたでしょうか。まあ、今回ですね、女性の体の描き方ということで、肉体研究、男性の体を見た後に、ね、あの男性の体をやっぱベースにしていただいた方が、なんというか筋肉がねもっこりしてるんでかなり考えやすいかなと思ったので、男性の体ベースに勉強してきたという感じでございます。なのでここからはですね、本当に、本当は描きたかった女性の体の描き方というところにフォーカスしてどんどん練習していきたいなと思います。で最終的にはやはり何も見なくてもね、描けるようなぐらい、シンプルでいいので、簡略化した状態でいいのに何かしらこうちゃんと描けるようになりたいなと。なので、ここからまた女性の描き方ポイントを見ていきたいと思いますので、よろしくお願いします。またこんなモデルさん描いてほしいとか、そういうのがあれば、リクエストに合わせてですね、研究資料プラス皆さんが見たいモデルさん描いていこうかなと思います。リクエスト多分ないと思うので、次回も、私の好きな、モデルさん描いていきたいと思います。なので今回のポイントをちょっと意識しながら、皆さんもですね、骨骨マン練習しつつ、自分が描いてテンションが上がる美人さんを描いていただければと思います。そして、お絵描きうまくなろうクラブということでですね、こういった研究以外にも似顔絵花さんが更新してくれてる、誰でも描ける楽しい似顔絵教室じゃないですけどもね、3分クッキングという新企画も、どんどん更新していっております。またアーティスト訪問ということで、2人がね尊敬するアーティストさんを訪問して、ちょっと話し聞いてくる、教わってくるというような、こともどんどん今後更新していきたいと思っておりますので、ぜひお絵描きが好きな方、お絵描きが上手くなりたい方ですね、一緒にお絵描きを楽しんでいきつつ上手くなっていければと思っておりますので、今後ともですね、似顔絵花と私アドをよろしくお願いいたします。ということで今回は、女性の描き方ポイント、確認してまいりました。はい、皆さんもぜひ、チャレンジしてみてください。最後までご視聴ありがとうございます。これからもですね、お絵描きうまくなろうクラブをよろしくお願いいたします。それでは失礼します。我々の似顔絵オーダーも絶賛受け付けております。花さんの似顔絵にご興味がございましたら、ホームページ似顔絵花で検索をお願いいたします。こちらのホームページからお問い合わせ、ご注文承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。そしてインスタグラムですね、インスタグラム似顔絵花で検索していただければ、たくさんサンプルをご用意しております。こちらのサンプルをご覧いただいて、どんな作品があるのか、どんな似顔絵描いてくれるのかっていうのが分かるようになっております。なのでこちらのインスタグラムのダイレクトメッセージ、もしくは先ほどのホームページのお問い合わせフォームからご注文お待ちしております。そしてもう一人のアドさんですね、いつも研究してくれてます。インスタグラムはキッティンボーグで検索お願いいたします。こちらはインスタグラムダイレクトメッセージよりお問い合わせをお待ちしております。そして最後に、お絵描きうまくなろうクラブのインスタグラムアカウントもご用意しております。こちらでは YouTube のですね、更新の予告なども、更新しておりますので、こちらからメッセージなどお待ちしております。